川は司は、滋賀県出身のプロ野球選手。現役時代のポジションは保守。八幡商業学校から、ノンプロの昭和成功を経て、1947年に、太陽ロビンスへ入団する。1年目から二塁手として115試合に出場したが、2年目以降は、内野のユーティリティプレイヤーとして使われるうちに、保守での出場が増える。 1948年10月5日の対中日ドラゴンズ戦でサヨナラホームスチールを記録。1950年は保守に専念し、小竹、ロビンスの正保守として98勝もの勝ち星を挙げた投手陣を引っ張った。また、水爆打線の8番を担い、ベストナインを受賞。1951年にはオールスターゲームに初出場する。 1952年、太陽ホエールズへ移籍するが、1953年、太陽が、古巣の松竹と合併し、メトキ・ハルオとのレギュラー争いに敗れる。1955年には毎日オリオンズに移籍し、同年限りで引退した。星としては珍しく、前述のサヨナラホームスチールのほか、1950年の水爆打線では25投塁で貢献し、 1952年には32盗塁を記録した。これは NPB における保守としての最多盗塁記録であり、さらに保守で30盗塁以上を記録しているのは、荒川と吉原正義の二人だけである。それだけの瞬速の持ち主であったことから、1.2番打者を務めることもあった。ありがとうございます。